もやしのナムル作るとき一番おいしい茹で方、水から茹でるのかお湯から茹でるのかいろいろあるけど、一番おいしいのは沸騰したお湯に酒をね、適量入れます。で塩一つまみ入れて、お湯が沸いたところでもやしを入れます。はい、再度沸騰したら、約15秒したらざるにあてます。よく流水にさらして冷やしたりするけど、そういうことしないでもうあったかいままもうざるにあけて水気を切ります。この方がね、味がよく絡むし馴染むんですよ。で味付けもシンプルにね、鶏ガラと豆板醤でごま油を小さじ2杯入れて、ですりごま好みですね。はい、ってことでしっかりね、豆板醤行き渡るようにしっかり混ぜます。したらね、ラップして冷蔵庫でしっかり冷やすわよ。作り置きはね、密閉容器に入れて冷蔵庫で3日から4日。それではね、いただいてみましょう。うん、めちゃくるとらスーパー美味しい、最高だね。もうぜひやってください。チャンネル登録よろしくね。